その星ブロックがこちら。じゃーん。おいマジか。完全に星ブロックじゃないか。はーい。あくでももカービィのことしか考えてないトンです。なんか可愛い埴輪だね。この子可愛すぎますよね。ピープー埴輪って名前の子で、私のお気に入りです。カービィの雑魚的役決定だな。あとオープン主なんか雰囲気変わったね。髪型を変えてみました。ドーナツのポンデリングみたいで可愛いでしょ。美味しそうな髪型だね。セットするの大変そうだけどな。そして今回は、アプデで星ブロックが追加されたことについてお話しします。おいその言い方は語弊があるだろ。新家具の中で、星ブロックにぴったりな家具があったんだよね。そうなんです。見つけた時思わず、あー、星ブロックじゃないかーって叫んじゃったよ。うるさいな。で、早くそれ見せてよ。その星ブロックがこちら。じゃーん。おいマジか。完全に星ブロックじゃないか。これ、もう完全に星ブロックですよね。しっかりとした立方体だし、余計なマークとかデザインがないし、最高じゃないか。以前は、レコードボックスを前でザリメイクして星ブロックに見立てていたけど、上の面がどうしても変だったもんな。傘の前でザで星ブロックを描いたこともあるけど、向きが斜めだったりしてちょっと使いにくかったんですよね。でも、こっちの家具なら邪魔なものが一切ないね。ちょっと小さいのが気になるくらいだな。ちょっと小さいけど、そんなことどうでもいい。この家具を追加してくれた任天堂に感謝です。大事な時に風船かぶってくるな。ちなみにこれ、ライトなので明かりがつきます。星ブロックって光るんだ。夜になると綺麗なんだろうな。しかも、星ブロックの上に座ることもできちゃうんです。初代星のカービィの時から吸い込んだりぶっ壊したりしてきた思い出いっぱいのあの星ブロックを、あくもりでも見られるだけでなく、座ることができるだと？いやー、時代は変わりましたねー。ちなみにそれ、なんて名前の家具なの？キューブライト、です。シンプルで可愛い小物じゃないか。これを DIY 作業台でリメイクします。マイデザインの星ブロックを選択すれば、星ブロックになっちゃうんですよ。マイデザインで星ブロックになるのか。なんだ、それならウプ主しかできないじゃないか。いえ、このマイデザインは配布しているので、ダウンロードしてもらえれば使えますよ。この二つは色がちょっと違うだけだから、好きな方を選んでね。ウプ主は右のを使ってるぜ。任天堂オンラインに加入していない方は、こちらの動画で書き方とドット図を公開しているので、ぜひ見てみてね。この動画を参考にして、自分好みの星ブロックを作るのもいいね。そしてこれだけじゃないんですよ。え、今度はなんだ？カービィ部屋を作ってる人や、お部屋をちょっと可愛くしたい人に、ものすごくおすすめな天井家具があるんです。天井家具ってことは、またランプ系かな？早くそれ見せてよ。その例の家具がこちら。じゃーん。お、天井から星ブロックがぶら下がってる。上を見ても下を見ても星ブロックがあるなんて、天国としか思えないぜ。もしリアルでこんな家具あったら絶対買いますよね。カービィ部屋には必須だな。任天堂様ありがとう。ちなみにこの家具の名前は？吊り下げキューブライト、です。これも先ほどと同じように、マイデザでリメイクすればできます。みんなもダウンロードして使ってみてね。こんな筋トレ部屋も、星ブロック一つでキュートになるぜ。私は両方とも匠ライフで手に入れましたが、たぬき商店でも買えるんじゃないかなと思います。ハッピーホームパラダイスを買っていない人は、たぬき商店で売られるのを待つか、誰かに譲ってもらえば手に入るのかな。手に入るといいですね。星ブロックは個人的に衝撃的でしたが、他にもカービィ島にぴったりな家具がいろいろあります。それは気になる。まずはこちら、木箱、です。おお、これはカービィのゲームの中にある仕掛けアイテムだな。リメイクの種類も豊富だから、汎用性が高そうだね。外に置いてみるとこんな感じ。スターアライズの参考画像と比べると、ちょっと色が違うな。ぴったりの色がなかったんですよ。周りの雰囲気に合わせて使うのが良さそうだね。こんな感じで木箱を使えば、それっぽく見えるんじゃないかな？やっぱり星ブロックは神アイテムだね。そして他にも、大きな鶴という家具が、もうあれにしか見えないんですよ。おお、これは、溢れ出る星のカービィトリプルデラックス感。奇跡の実とかなりそうですよね。普通にカービィの世界観に合いそうだね。こういう風景もなんか見たことある。ワールドツリーだな。その辺の星ブロックがなければほぼトリプルデラックスだぜ。そして次はこちら、お城の塔。お城？デデデ城にでも使うの？その通り。いろんな色がありますが、一番近いのはブラウンかな？そしてお城の壁。この二つの壁をいい感じに並べておくと、大きなお城ができるんです。これは使う人多そうだね。もう一つお城の門という壁もあるみたいです。これらのお城壁は、大きなお城を作りたいと思ってる人におすすめ。ウプ主もデデデ城を増築しようか迷ってるみたいです。他にも、あの名セリフ、環境破壊は気持ちいいぞい、とデデデ大王が言った時に使ってた、チェーンソーというアイテムもあるらしいです。マジか、あの名シーンまで再現できてしまうのか。実物を用意できなかったのは、
許してちょうよ。また機会があったら紹介しますね。いかがでしたか？今回の大型アップデートで、こんなに素敵なカービィ家具が追加されてて驚きでしたね。カービィ家具ではないけどね。普通の星ブロックとか、天井にぶら下がる星ブロック、木箱、大きな鶴、お城の塔、壁、門など、プププランドを作るための家具がいっぱい揃ったな。今回の動画がためになったと思ってくれた方は、グッドボタンを押してくれると嬉しいです。今後もカービィファンによるカービィファンのためのあつ森動画を投稿するので、チャンネル登録してくれると励みになります。それではまた会いましょう。